目玉じゃ。ここで何があった？あやかしが現れて村の人たちを。あやかし？これを住職様に渡されたものです。仏の御石の鉢。あやかしはこれを狙って。私に預けてもよいのか？私もあやかしかもしれぬぞ。人には見えん。おい犬夜叉、弥勒とサンゴを置いていくのか？紫紺のかけらの気配はどっちだ？ねえ犬夜叉、まだ怪我も治ってないんだから。つべこべ言わずに探せ。さては犬夜叉、お前神楽たちに負けたんで落ち込んどるんじゃろ？うるせえ、黙ってろ。落ち込んどるのか、落ち込んどるのか。静かにしろって言ってんだろ。やっぱり落ち込んどる。犬夜叉、何か用か？って決まってんだろ。身ぐるみそっくりここへ置いていけ。それがし、今大事な使命を帯びておる。他を当たってはくれぬか？貴様の後でな。邪魔だ。おい、ちょっと待て。俺たちの前を素通りしてただで済むと思ってんのか？おい、やめておけ。今日の犬夜叉は機嫌が悪いな。笑わせんな。俺たちもご機嫌斜めなんだよ。悪いこと言わ、今のうちに謝ってしまえ。もう遅え。なに、やめた、マネを。助けていただきかたじけない。本当助かり申した。あ、北条くん。いかにも拙者北条は秋時と申す者。ひょっとして北条くんのご先祖様？ところで礼と言ってはなんだが、これを。ありがとう。健康に良いそうだ。召し上がれよ。やっぱりそうだ。そなたも一つ。ああ、みかんだ。ん？綺麗ね。何これ？あ、大事な家宝が。北条くん、それは？我が北条家に伝わる天の羽衣でござる。天の羽衣って、あの有名な？さよう。ではそれがし、急ぐ旅へ。失礼いたす。あいた。あんなやつこの時代では生き残れんぞ。ま、食ってくれ。こいつはどうも。最近ずっと満月が出てるだろ？ええ、アシラの仲間は毎晩どんちゃん騒ぎです。実は50年前にも同じことが起きたんだ。50年前？俺のじいさんの宮津法師が毎夜毎夜満月を出現させる太刀の悪い妖怪を封印したらしい。太刀が悪いって奈落のことですかい？奴は死んだ。ってことは旦那の右手に風穴はねえってことですか？まあまあな。それでな、ハチ、見に行こうかと思うんだ。
そんなことでオイラを呼びつけたんですか。毎日満月だって誰も困らないでしょう。宮津爺さんの遺書にはこう書いてある。その者明鏡止水にて時を止め、生きとし生けるもの全てを滅ぼすであろう。私と一緒に行ってもらえるな、ハチ。おい、ミロ君、こんなタヌキ当てになるのか。大丈夫ですよ、ハチはこれでも忠義に熱いやつですから。ふん、冗談じゃねえよ。そんな危ない仕事誰が引き受けるかっての。私の頼みが聞けないというのですか。へえ、風穴のねえ旦那なんか怖かねえよ。散歩でもしながら相談しましょう。ちょっとその辺を歩いてきます。ああ、ほどほどにな。どうしたのです。さあ。哀れな定めじゃ。ふざけんじゃねえ。今までどれだけ世話してやったと思ってんだ。ハチが心よく引き受けてくれました。うん、二人とも気をつけてな。はい。いい旦那、どちらへでもお供いたしやす。また満月が出てる。一体何が起きているんだろう。これは、琥珀。大丈夫？起きて。ここは妖怪退治屋の里、私たちのふるさとさ。ふるさと。そうか、まだ全部思い出したわけじゃないんだったね。すみません、サンゴ様。いいんだ、気にしなくて。奈落は死んだというのに、まだお前は解放されないのか。父や仲間を殺した忌まわしい記憶から、言葉だけがポツンと浮かぶんです。でもすぐに苦しくなる、胸が潰れるみたいに。いいんだよ、無理しなくて。ゆっくり時間をかけて思い出せばいいんだ。そいつが持っているツバメの小安がいさ。お互い奈落から解放された身だ。仲良くしようじゃないか。おとなしく渡せば命だけは助けてやるよ。琥珀、開いこと。龍蛇の舞。これ中は。
がっていくよ。足大丈夫？俺よりもあの小安がよ。何なのあれは。あれが奴らの手に渡ったら。渡ったら封印が解ける。弥勒の旦那、この墓はひょっとして。ああ、じいさんの御八法師の墓に間違いない。あの老師、御八様のお知り合いで。年を経て波立ち寄らぬ墨の絵の待つかいなしと聞くはまこと。あと一つ仏の御石の鉢か。今夜も満月かの。その方が俺には都合いいぜ。うまい、こんなうまいものを初めて食したぞ。ねえ、北条くんはこれからどこへ行くの？見ず知らずのあなた方に話すわけにはいかぬ。実はそれがし、富士の河口にこの羽衣を捨てに参る途中なのです。羽衣？羽衣ってあの天女の？さよう。これはその昔、我が北条家に献上されたものです。何でも不老不死の天女の持ち物であったとか。以来家宝として大切にされてきましたが、ある日徳の高い法師が訪れ、こういう予言を残して去って行きました。もし夜ごと満月が現れることあらば、すぐに羽衣を富士の河口に投げ入れて燃やすべし、さもなくば天下に大いなる災いをもたらそう。そしてここ数日は満月、奉仕の予言が現実となった今、羽衣は一刻も早く捨て去るべきです。けっ、うさんくせ。その奉仕の言ったことが本当なら、一体どんな災いが起こるってんだ。それがしもそこまで。うわ、お月様と羽衣といえばかぐや姫だよね。確か満月の夜、迎えに来た天女たちに羽衣を着せられて。何、かぐやだと？確かに奴は災いの匂いをプンプンさせてやがったかな。死に玉を食らう死人の巫女か。いつ見てもおぞましいね。答えろ、すべては奈落の思惑か。まだ死んだ奴のことが気になるのかい。死んだ？どうした？